なんだこれ。ん？主様がお待ちかねです。え？お待ちかねです。優子さん、綿抜き。お酒。はぁ？お酒、お酒、お酒！もう何かと思ったらいきなり酒ですか、真っ昼間から。お気に入りの純米大吟醸、なくなっちゃったんだもん。勢いで飲んじゃうからいけないんですよ、まったくもう。これはもうどこの酒屋さんにも在庫ありませんよ。一応注文はしときますけど。で、俺の雇い主の市原優子さん。とりあえず掃除に洗濯、庭の手入れに料理。今日は何がお望みで？全部。全部かよ！耳元で大声出さないでよ。あなたがあやかしを見ないように。そしてあやかしがあなたにつかないように。その望みを私が叶えてあげてるんでしょ？その代わり、それに見合う対価として、あなたは私に労働力を提供する。まあいいわ。今日のところは宝物庫の整理で許してあげる。はぁ、あ、まったく。あ、そうだ、これ。招待状というより挑戦状って言った内容ね。なんて書いてあるんです？知りたい？はい。ああ、 いえ、知ったら知ったで対価をよこせって言うんでしょ、どうせ。しかし、一体どれだけあるんじゃ！いっぱい、いっぱい、いっぱい。もう、こんなにあるんだからどこかに引き取ってもらえばいいのに。それは無理ね。これは誰かに渡るためにここにあるだけだから。私に集める気がなくても集まってしまうんだから仕方ないじゃない。整理整頓ができない人ってのはみんなそういうんです。あ、なんだこれ。よっ！私を助けてくれる人。優子さんのお客さんだな、きっと。何か。いえ、あの、ここって本当にどんな願いでも叶えてくれるんでしょうか。ええ、優子さんが。それがどんな願いであれ、必ず叶えて差し上げるわ。ただし、それに見合った対価はいただくことになるけど。ああやって俺と同じように罠に絡め取られて、優子さんの毒牙にかかるんだ。毒がいっぱい、毒がいっぱい。どこ？私
どんな対価でも払います。でもよかった、初め聞いた時は信じられなかったんです。どんな願いも聞いてくれる店があるなんて。知り合いの占い師の方が偶然ここを紹介してくれたんですけど。この世に偶然なんてないわ、あるのは必然だけ。あなたがここに来たのも必然ということ、だから私がそれを叶えるのも必然ということになるわ。あなたの願い聞きましょう。助けてほしいんです。長い間留守にしていた我が家に帰れなくなってしまったんです。鍵はこうしてあるのに。私、あの家に帰りたいんです。というわけで、あの子の依頼でここに来たんだけど。ああ、大きいお屋敷。そうね、なかなか素敵な作りじゃない。素敵というか不気味ですよ。で、一つ聞きたいんですけど、なんでこいつがいるんですか。よっ。あら、私と二人きりがよかった。んなわけあるか。どうせ呼ぶならせめてひまわりちゃんも。言っておくけど、あの少女は最初あなたに頼んだのよ。それをあなたは私に持ってきた。この依頼を解くのはあなた自身じゃなくて。それじゃあ優子さん、どうして。私は招待されたから来ただけ。ドーメキ君はあなたが一人じゃ心細いだろうと思って私が呼んであげたの。ドーメキ君が手伝ってくれる対価はあなたが作るお弁当1ヶ月分で手を打っておいたわ。そうめんでいいぞ。勝手に俺の労働力を取引すんな。てかそれ弁当無理。まあ、いずれわかるでしょう。え？あれ？どうした？いや、この仕事の依頼主なんだけど、自分の家の中に入れないって言ってたんだ。入れるじゃないか。だからおかしいんだよ。鍵も使ってないのに。この家が依頼主を持ち主と認めてないということでしょうね。私たちは大丈夫みたいだけど。ああ、ちょっと。ようこそいらっしゃいました。廊下をまっすぐ進んでください。まっすぐ行けばいいわけね。お邪魔します。ああ、ちょっと待ってくださいよ。なんでリアクション普通なんですか。明らかにおかしいでしょう。だいたいなんで人が出てこないんですか。忙しいんじゃない。忙しいって、その手紙を書く暇はあったのにですか。筆豆さんなのね、きっと。あ、ゆうこさん、おめき、お前からも何か言ってやれ。心配しすぎるとハゲるぞ。誰がハゲだ。扉を引いてください。壁？これじゃあ先に行けませんよ。綿抜きが開けてみなさい。俺が？八門捕まざると思ってヒヤヒヤした。いや、あれは意外と掘り出すものでしたよ。絶対おかしいですよ、この家。どんな構造なんですか。ここからはここにいる人たちと話を合わせなさい。え、どういうことですか。そのようなコレクションをしてあるとは。いや、さすが目の付けどころが違いますわ。とんでもない。人様に見せられるようなもんではありませんよ。あら、また新しい人が来はりましたぜ。この業界では民家やな。どこのどなた。市原優子と言っても偽名だけどね。おもろい姉さんやないか。で、
姉さん、何集めとりますの？なんやねん、集めとる言うたらコレクションに決まってるやないか。ここにおるもんはみな、業界ではそこそこ名の通ったコレクターばかりやで。この屋敷でごっついもんが見つかる言うて集まりましたんや。とれ。あなたのコレクションは未完成です。完璧なコレクションを目指したいならぜひ我が屋敷へお越しください。未完成言われたら誰かって腹立ちますわ。なんやよ、わからんけど、もしほんまに私のコレクションが完璧になるんやったら来るだけの価値はあります。姉さんは何集めておりますの？ああ、バカ、中に入ってろ。ゆうこさんのコレクションはぬいぐるみです。信じられないくらい定番ですが、人の集めないものを集めてこそのコレクターだというのに。で、そっちの兄さんは切って、当たり前にも程があるわ。で、こっちの兄さんは、あ、スーパーのポイント。それコレクションちゃうやん。おい、この人誰が呼んだのよ。へえ、屋敷のパーティーかなんかかな。楽しそうだな。でもなぜお屋敷のご主人は私たちのことをご存知だったのでしょう。どなたかこの中にお屋敷のご主人にお会いしたことある方いらっしゃいまして。残念ながら。あなたはどうです？本当に不思議ですわ。俺に言わせりゃ、たかが招待状一通でここに集まってきちまったあんたたちの行動の方がはるかに不思議だがね。そういうあなたもいらしているじゃないですか。一緒にするんじゃねえ。屋敷の主人め、俺様のコレクションにイチャモンつけやがって。未完成だと？ふざけるな。まあまあ、お気になさらずに。それにしてもこのテーブルの皆さんは素晴らしいコレクターでいらっしゃる。もうただただ驚嘆の吐息が漏れるばかりですよ。何をおっしゃるの？本当に謙虚なこと。僕は本当のことを言ったまでですよ。そういうそちらこそ。いやいや、とてもとても。またまた。いやいや、こいつこいつ。主人に生きていると思われると、仲間を取らない以上に私の弟子になります。なんだこの匂い。また何か見えているのね。なんかモヤみたいなのが。これ何でしょうか。コレクター同士の意地、見え、ネタも、そういうものが渦巻いているんですよね、この部屋に。ということは、これこれがあるんだろう。何でしょう。なぜです、この力。どうした。お前は何ともないのかよ。ああダメだ、もうできない。なんでこんな苦労しなきゃなんないんだって。
うわっ、おっと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 されている？なんで？5、6、7、8。え？俺何してたんだっけ？あ、そうだった。食堂に夕餉をご用意いたしております。他の皆さんは先にご案内いたしました。やっぱり見張られている。誰？ぬき、早く座りなさい。この屋敷、本当におかしいんですよ。あら、そう？そんなことより美味しいわよ。ちょっと待ってくださいよ。この料理誰が用意したんですか？怪しくないですか？心配性だな。嫌なら食べなきゃいいのよ。それにしてもいつになったら肝心のご主人が現れるんかいな。そういえば皆さん、えりすぐりのコレクターを集めて秘密のオークションを開く謎のオークショナーがいるという噂をご存知ですか？その筋では有名な伝説ですよね。
この屋敷がオークション会場だって言いたいのか？ってことは今こうしている間にもどこかでご主人が見ているかもしれませんね。ここを出てこっちに来いっちゅうことかいな。綿貫、行くわよ。あ、はい。綿貫、気がついて。え？あ、あれ、一人足りない。ああ、あの白髪の方、ここに来る途中で迷ったのかも。ちょっと見てきます。あの、私飲みすぎたみたいで化粧室に。誰も帰ってきませんわね。大体ここのご主人はどっからわてらのことを覗いとるんや。この中に内通者でもいるんだろ。どういう意味やね。あんたよ、さっきから随分と余裕あるよな。なんか飲んでくる。ちょっと、今は仲違いをしている場合じゃないですよ。なんだとクーポン野郎。こんなガキがいること自体おかしくねえか。そんな。そっちの姉ちゃんも怪しいな。おい、そういうあなたたちは気づいてる？ああ、また一人。え、あれ、あのおばはんがおらへんわ。ご宿泊のお部屋をご用意させていただきました。なお、夜の間は決してお部屋から出ないでください。なんやねん、今日オークションやらんのかい。優子さん、どうするんです？泊まれと言ってるんだから泊まるしかないわね。先に休んでなさい。あ、きっと何か起こるから気をつけて。私はもう少しここにいるわ。寝室まで行くのも一苦労だな。アメリカによく似たような家があるな。大富豪の家が霊に祟られて、そこの主人が幽霊を迷わせるために増改築を続けているという話だ。ここももしかしたら同じように。うわっ、やめろよそういう話。もっと楽しい。置いてくなよ。ここか。ん？ん？おかしいな。おい、なんだよ。あ、ん？右かよ。紛らわしい。おお、それにしてもなんで俺だけお前と二人部屋なんだよ。とはいえ、一人もちょっと、いや、だいぶ嫌だけど。それに優子さん、どの部屋にいるんだろう。一人で大丈夫かな。まあ、そんなことより、俺たちの心配した方がいいだろうからな。ドメキ、もしもの時は。って、お前だ！たく、俺も寝る。なんだかとんでもないことになっちゃったな。無事に朝を迎えられるのかな。あ、ん？あ、ここは安全です。ごゆっくりとお休みください。どういうことだ？まだ寝ないのか？もう寝るって。Thank you.
なりたがったのよ。あなたも私みたいに何かを集めてみたら？どうせなら誰も集めないようなものがいいよね。そう、例えば。おお、トメキ、おい、トメキ、何があったんだ。あなたは安全ですって書き換わってる。前はここは安全ですだったのに。それじゃあユウコさんやトメキは。あ、出ちゃいけないって手紙には。えい、男だろ、綿抜き。聞こえてくる。いや、違う。この中から。蝶々の標本？でも触覚だけ。なんだ、なんだろ、なんだ。俺はお前や優子さんを探してたな。心配してくれたのか。違うってば。気がついたらお前がいなくなってたんだ。部屋の様子も変わってたしな。それでこの家を巡り歩いてここに着いたんだよ。俺もだ。でもここまで導かれたような気もする。鉄条網だろ。鉄条網のコレクション部屋で、さっきは蝶の触覚のコレクション部屋。次は首輪。
スプーン。あれ？これって。さっきの夕食の時の。綿貫。これは食事の後いなくなった。どうしてここにあの人の絵が。いやいや、兄さんらも起きてたんかいな。こんな時に眠ってられへんわ。ここの主人に気に入られるように抜け駆けしようってしてたんだろ。ええ、もういっぺん言うてみ。自分のこと棚にあげきさって。図星だからってムキになってんじゃねえぞ、じじい。こんな時に争わないでください。俺たちここから出られないかもしれないんですよ。それがどないした。え、俺はどうしても自分のコレクションを完成させたいんだよ。わいも負けてられへんで。異常すぎる。この中じゃ俺たちの方が異常なのかもな。行こう。とにかく出口と優子さんを探そう。という約束を破りましたね。ああ、罰として私のゲームに付き合ってもらいます。かくれんぼ、10分で私を見つけ出せたら勝ち、見つけられなかったら負け、勝ったら望みのものを負けたら罰ゲーム。さあゲームの始まりです。なんだおりゃ。なんでやがって。おい、出てきやがれ。天井が。なんだこら、どないすんねん。こら、あったあった、出口や。何しんねん、こかけあげたら。渡抜き、どっち探せ。あ、この模様って夢で見たのと同じだ。そうか、優子さんの鍵、あれがあればって。そんな都合よくあるわけ。おっと、ゆうこさん知ってた？開かない。貸せ。よし、ずれ。ここも夢に出てきたところだ。何十年も開かずの間だったって感じだな。この子、知り合いか。やっぱりこの子が俺たちを屋敷に閉じ込めたんだ。急ごう、時間がない。早く見つけ出して優子さんを返してもらおう。んで、こんな屋敷とおさらばだ。あと何分なんだろう。わからん。さあ、もう送りやがって。絶対見つけ出してやる。何か当てがあって走ってるのか。ない。だけど今は探すしかないだろう。まずい。行き止まりだ。あ、おかしい。部屋の配置が違う。あ、元の場所に戻ってきちまった。あれ、どうすればいいんだ。
綿貫さん、どうした？見つかってしまいましたね。誰だお前は。誰に話してるんだ。そうか、俺にしか見えないってことはお前。人間はその短い人生の間に様々なものを所有しようとする。中でも特定のものばかりに固執する人たちがいます。コレクターと称される人間のことね。優子さん、よかった。気配がなくなっていたと思ったらいつの間に。霊感の強い綿貫とあやかしを寄せつけない同盟、二人が組めばいい目くらましになるでしょ。なるほど。さあ、どんな罰ゲームを受けてくれるのかしら。では誰にも見せたことのない私のコレクションをお見せしましょう。これって。オークションの結果、スプーンコレクターの方だけこちらに入っていただきました。オークション。私のコレクションに入っていただく方を選ぶためのオークションです。屋敷に集まったコレクター一人一人があなた自身のコレクション品だったのね。僕の偉大なコレクションにふさわしいかどうか僕の心の中で競りにかけていたんです。選ばれなかった人たちはどうなった。残念ながら落選された方々は一枚の絵の中に。もしかして応接間のあの絵に。今宵は6名がお仲間に加わりました。コレクターの何か特定のものに対しての異常な執着心、それらは総称してホリックと呼ばれます。しかし物ではなく対象が心だとしたら。ここにあるのはコレクターのコレクション。あなたがコレクションしたかったのは物に心を奪われてしまった魂だった。これだけいろいろな人の心を集めてあなたは満足した。まだ集まらない。本当に欲しいものが集まらないんですよ。けれどあなたの心がきっと。ずいぶんと買ってもらっているようだけど、あいにく私は何もコレクションなんかしてないわよ。しかしあなたは意図せずとも心を集めてしまう力がおありだ。これぞ究極のコレクターと言わずして何と言いましょう。悪いけどこの屋敷にかくまわれるのはごめんだわ。それに囚われるのはあなたの方よ。
あなたの正体はこの屋敷に取り付いた精霊なのよ。100年の間にこんなに力を溜め込んでしまった。あなたがどんなに人の心を集めたって、私をコレクションに加えたって、あなたは決して満たされることはない。かわいそう。ついに手に入れましたよ。これで僕の心は満たされるのでしょうか。この優子さんを借りてる。あなた方も始末しておかなければなりませんね。え？やっと見つけたわ。綿抜きが見つけたこれを手に入れるために、あなたの心の中に入る必要があった。思い出しなさい、あなたの大切なもの、あなたが本当に欲しいものを。屋敷が、優子さん、無事だったんですね。あれ、そのおばあさん。私の願いを聞いてくださりありがとうございました。まだあのままじゃ殻に閉じこもったまま。これを使うのはあなたよ。もうなくて大丈夫です、うん、私のこと覚えていますか？引っ越してしまわれるんだから仕方がありません。さあ、忘れ物です。大切なものだったでしょう。私、大きくなったらいつか必ずこのお屋敷に戻ってくるから、だからそれまでこのお屋敷を守ってね。わかりました。約束よ。約
約束しましょう。その時までに僕もあなたに自慢できるような何か特別なものをいっぱい集めておきます。誰も集めないような何かを。会いたかった。長いこと寂しい思いをさせてしまってごめんなさい。せっかく屋敷を買い戻したのに鍵が開かずに入れなかった。いつの間にか僕は自分がコレクションしている目的を忘れてしまっていました。本当はあなたに見てもらいたくて、褒めてもらいたくて始めたのに。お願いだからもうやめてくださいね、こんなこと。はい。でも覚えていてくれて嬉しい。長い月日が経って私はすっかり年を取ってしまった。あなたはちっとも変わりませんよ、昔別れた時のまま。ただいま。おかえり。これからはずっと一緒ね。ええ、ずっと一緒ですよ。あそこの屋敷、これからどうなっちゃうんでしょうか。あのおばあさんの意思で博物館にされるわ。彼女はその管理者に。一人で大丈夫かな。心配ないわ。解放されたコレクターたちが手伝うそうよ。もう開かずの館じゃなくなったわけですね。にしても、あの少女も優子さんの家に来た女の人も、おばあさんの幽体だったなんて全然気づきませんでしたよ。うちに依頼に来たときは、一瞬断ろうかと思ったんだけどね。なんだか話を聞いているうちに身につまされて。え？優子さんもなんか辛い過去の恋愛とか恋煩いとかあるってことですか？知りたい。え？シャーランから緊急ニュール。あの子たちから？優子さん、鳥の国を助けたいんです。鳥の国を助けるために魔法の鳥かごを開けたいんです。つまり鍵が欲しいのね。ちょうどいいものがあるわ。使う人の思いを受け止めて全てを開く鍵よ。ありがとうございます。ただしその前に対価をもらっておこうかしら。何か渡せるものは？あの、これでいかがでしょう。その鈴はあなたとあなたの大切な存在との絆の象徴ね。いいでしょう。モコナ。それじゃ、頑張ってね。なかなかの一品ね。今度から綿抜きを呼ぶのに使おうかしら。え？どうめき、お前風呂長いぞ。ひまわりちゃん。こんにちは、綿抜きくん。わあ、素敵な景色。優子さん、呼んでくれてありがとうございます。いいのよ、ひまわりちゃん、あなたを呼びたがってたから。綿抜き。優子さん、あなたに生まれて初めて心の底から感謝しました。さて、さあ、仕事も済んだし、これにするか。あ、それ開かずの部屋にあった。これがおばあさんの願いを叶えた絵画で、ひまわりちゃん呼んでほしいっていうあなたの願いを叶えてあげた絵画は。え、何ですか？せっかくのお酒だもん、おつまみよろしく。なんで？綿貫くんのお料理、おいしいものね。よーし、ひまわりちゃんのために俺、張り切っちゃいますよー。
刺身の盛り合わせでいいぞ。誰がお前の好みを聞いた。私も刺身食べたい。オッケー、任しといて。わさびはそうだ。だからなんでお前なんかに命令されなきゃいけないんだよ。お願いね。うん、任しといて。この素晴らしい絵に乾杯。ベタベタと触られるようなあなたのその無神経な指もゾクゾクして嫌いじゃなかった。でもいつだってあなたと来たら放っておくとそばっかり私のことばかだと初めから思っていたくせに、こんな日が来ると思いもしなかったけど、まだそこにあなたが行け配りすら感じる。からもずっと体はさなぎ色になって乾いて、冬の寒い部屋で生まれ変わるの、まるで空は美しい蝶みたいに、まだ濡れてるその羽を誰かにダメにされないように、少しずつ開いて空を飛ぶ夢を見て、そんな日が不意にやってくるのだとしたら、その羽でどこへ飛んでいけばいいかしら。しまうよりもあなた自体を消してしまうの。そんな日がいつかやってくるのでしょうか。あなたとの日々がもう許されるのでしょうか。そんな日がいつかやってくるのでしょうか。素晴らしい日々がいつの日か。